大東流合気柔術は、清和天皇末孫新田三郎義経を始祖とし、甲斐武田家に伝承された。徳川家康の孫陽明光正丸は、武田信玄の娘武田健勝院に養育され、信玄の旧臣高蔵城主星名正光の養子となり、星名正幸と改名後、会津藩祖となる。正幸は、四代将軍家綱の補佐役の任、23年、その間、殿中、御神武芸、御式打ちを制定し、老中、重臣、奥勤め者に指導し、格式の高い武芸である。この御式打ちは、星名正幸以来、歴代会津藩主が継承し、明治に至る。大東流中高の祖武田宗覚は、大東流柔術を父宗吉より学び、押し打ちを会津藩元家老星名親頼より起用を得得し、明治31年大東流愛知柔術を正式に継承する。宗覚高い後は、長子武田時宗が宗家を継承し、平成5年武田時宗が逝去した。同6年、東流の道東を守るため、全国支部長会議が招集され、武田時宗より唯一、免許改伝及び宗家代理に指定されていた近藤克之先生が、大東流合気柔術本部長兼総務長になり、現在に至っております。武装神殿居合、重臣流詰め合い、津村啓司先生のほか、ご門弟のご縁でございます。武装神殿居合、重臣流詰め合い、奥州の人、林崎仁助重信は、明神に賛同し、武装により、神より教えを伝えられ、抜き打ちの一刀をもって勝ちを得る刀法を確立した。田宮平兵衛、長野村夫妻を経て、九代目林六太夫盛政により土佐藩のご流儀となった。中山白道は後、細川義政氏等に支持し、武装神殿流として剣道とともに奨励し、居合術の交流に努め、全国に普及した。重臣流詰め合いとは、仕方相方、相対して詰め合い、抜き打ちに切り合い、勝負を決する形合いである。
正面に